江戸会場は、江戸時代末期の慶応を4年3月から4月にかけて、明治新政府軍と旧幕府との間で行われた、江戸城の新政府への引き渡し及びそれに至る一連の交渉過程を指す。江戸城明け渡しや江戸無欠会場、江戸城無欠会場とも言う。徳川宗家の本拠たる江戸城が、同家の抵抗なく、無欠裏に明け渡されたことから、 同年から翌年にかけて行われた一連の母親戦争の中で、新政府側が大きく優勢となる活気となった象徴的な事件であり、交渉から明け渡しに至るまでの過程は、小説、演劇、テレビドラマ、映画などの題材として頻繁に採用される。以下、日付は全て旧暦によるものである。慶応3年10月体制奉還により、 政権を調廷へ返上した15代将軍、徳川義信は、新設されるであろう諸行会議の議長として、影響力を行使することを想定していたが、倒幕派の公家、岩倉智美や薩摩藩の大久保利市道、西郷隆盛らが主導した12月上旬の王政復古の大号令とそれに続く、正午初会議によって、自身の時間のうちが決定されてしまう。 吉信は一旦大阪城に退くが、抗議制大派の山内陽道、松平春学、徳川義勝らの工作により、正午諸会議の決定は骨抜きにされ、また吉信も諸外国の講師に対して外交権の継続を宣言するなど、次第に列行会議派の巻き返しが顕著となってきた。大政奉還の少し前の慶応三年十月十三日、そして十四日には、 倒幕の密直が薩摩と長州に下される。江戸薩摩邸の活動も倒幕の密直を受けて活発化して定め書きを書いて攻撃対象を決めた。攻撃対象は幕府を助ける商人と諸藩の浪人、志士の活動の妨げになる商人と幕府役人、動物を扱う商人、金倉を持つ負傷の四種に及んだ。江戸薩摩藩邸の増光み之助、 井ム田昌平に命じ、佐賀創造ら老子を集めて、格乱工作を開始。しかし、慶応3年10月14日、同日に大政奉還が行われ、倒幕の実行延期の沙汰書が10月21日に、なされ、倒幕の密直は事実上、取り消された。すでに大政奉還がなされて幕府は政権を朝廷に、返上したために、 倒幕の意味はなくなり薩摩側も工作中止命令を江戸の薩摩邸に伝える。ただ、それでも江戸薩摩藩邸の上位波浪人は命令を無視して工作を続けていた。江戸市中警備の任にあった省内藩がこれに起こり、12月25日、薩摩藩及び佐渡原藩邸を焼き討ちするという事件が発生した。この方が12月28日を大阪城にもたらされると、 木内の強行派が激光、薩摩宇打つべしとの主戦論が沸騰し、盗撮票を携えた。幕府軍が状況を試み、慶応4年正月3日と場で薩摩藩兵と衝突し、戦闘となった。しかし選挙区は旧幕府軍が劣勢に陥り、朝廷は薩摩、長州藩兵側を官軍と認定して、近畿を与え、幕府軍は朝敵となってしまう。 そのため、ヨドハン、ツハンなどが、旧幕府軍から離反し、ヨシは6日、軍を捨てて、大阪城を脱出、軍艦海洋丸で、海路へどへ逃走した。ここに、鳥羽、伏見の戦いは、幕府の乾杯で終幕した。新政府は7日、徳川ヨシノ追悼令を発し、10日には、ヨシ松平片森。 松平定明をはじめばっかくなど27人の朝敵の官職を剥奪し、京都判定を没収するなどの処分を行った。翌日には諸藩に対して兵を上京させるよう命じた。また21日には外国事務総督東、久世道富から諸外国の代表に対して徳川方に武器、軍艦の供与や兵の移送、軍事顧問の派遣などの援助は行わないよう、 要請した。これを受け25日諸外国は、それぞれ局外中立を宣言。事実上新政府軍は、かつて諸外国と条約を締結した政府としての、徳川家と対等の交戦団体として認識されたことになる。徳川吉信正月12日、品川に到着した吉信は、翌13日江戸城塞の丸に入り今後の対策を、練った。 吉信はひとまず14日、不評頭に、寸府警備、15日には、土井都市共に、神奈川警備を命じ、17日には目付を、箱根、薄いの関所に廃止、20日には、松本藩、高崎藩に、薄い関警備を命令。さらに、新幕府派の松平春学、山内陽道らに書簡を送って、終戦を依頼するなど、差し当たっての応急処置を施している。とば、 不見敗戦に伴って、新政府による徳川征伐軍の襲来が予想される。この時点で、徳川家の取り得る方策は徹底強順か、交戦しつつ、砂漠派諸藩と提携して、形勢を逆転するかの二つの選択肢があった。環状奉行権力軍奉行並みの小栗忠政や、軍艦頭の江本武明は、主戦論を主張。小栗の作戦は、敵軍を、 箱根伊島に誘い込んだところで、戦力的に勝る徳川海軍が、駿河湾に出動して、敵の退路を立ち、フランス式軍事演習で鍛えられた、徳川陸軍で一挙に敵を粉砕、海軍をさらに、兵庫、大阪方面に派遣して、近畿を奪還するというものであったが、強順の意志を固めつつあった、吉信の入れるところとならず、小栗は、正月15日に罷免されてしまう。 19日には在江戸諸藩主をお召し、教順の意を伝えて協力を要請。翌日には政官院の宮にも同様の要請をしている。続く23日、教順派を中心として配置した徳川家人事の変更が行われた。後に若年寄りには、皇家の今川の信も兼任するが、このうち、 所政を取り仕切る会計総裁、大久保一郎と、軍事を司る陸軍総裁、勝海舟の二人が、画界しつつある徳川家の事実上の最高指揮官となり、強準策を実行に移していくことになった。この時期、フランス公使レオン・ロッシュが、たびたび途上して、吉信に交戦を提案しているが、吉信はそれも知りけている。十七日、吉信は、徳川持ぐらに隠居。 標準を朝廷に創造することを告げた。ここに至って、徳川家の公式方針は標準に確定したが、それに不満を持つ幕臣たちは、独自行動をとることとなる。さらに2月9日には、賭場、伏見の戦いの責任者を一斉に処分。翌日には、同戦いによって、新政府から管理を剥奪された、松平片森、松平定明。 イタクラらの江戸城への途上を禁じた。十二日、吉信は江戸城を徳川義より松平清民に委任して退出し、上野官営時代寺院に移って、その後近親生活を送った。たる人親王新政府側でも、徳川家に対して厳しい処分を断行すべきとする、強行論と長引く内紛や過酷な処分は国益に反するとして、温当な処分で済ませようとする。 観天論の両論が存在した。薩摩藩の西郷隆盛などは、強行論であり、大久保利し宛の書状などで吉信の切腹を断固、求める旨を訴えていた。大久保も、同様に吉信が謹慎したくらいで許すのは、もってのほかであると考えていた節が見られる。このように、東西軍の目的は単に、江戸城の奪取のみにとどまらず、徳川吉信への処罰、及び、 徳川家の尊敗と常にセットとして語られるべき問題であった。一方、長州藩の木戸高義、広沢佐根らは、徳川義信個人に対しては、関天皇を想定していた。また、抗議生態派の山内陽道、松平春学、伊達宗成ら諸公も、心情的に、まだ義信への親近感もあり、義信の死罪及び、徳川家海役などの厳罰には、 反対していた。新政府はすでに、東海道、東山道、北陸道の山道から江戸を攻撃すべく、正月5日には、橋本みのを、東海道沈部総督に、同9日には、岩倉と貞を、東山道沈部総督に、高倉久志を、北陸道沈部総督に任命して出撃させていたが、2月6日、天皇新政の方針が決まると、それまでの東海道、 東山道、北陸道陳部総督は、先方総督兼陳部氏に解消された。2月9日には新政府総裁の足利と新郎が、東西大総督に任命される。先の陳部氏は、すべて大総督の指揮下に組み入れられた上、大総督には、江戸城、徳川家の県のみならず、東日本に関わる、最良のほぼ全権が与えられた。大総督府参謀には、 大木町金田,田西四つ辻工業が、火山坊には、広沢三両が認じられたが、関天皇の広沢は12日に辞退し、代わって14日強行派の西郷隆盛と、林道明が部任された。2月15日、樽人新王伊加統西軍は、京都を新発して、東下を開始し、3月5日に、駿府に到着。翌6日には大宋特府の軍議において、 江戸城進撃の日付が3月15日と決定されたが、同時に、吉信の教順の意思が確認できれば、一定の条件でこれを入れる用意があることも、別日として示されているこの頃にはすでに、西郷や大久保利市道らの間にも、吉信の教順が完全であれば、厳罰には及ばないとの合意ができつつあったと思われる。実際、これらの条件も前月に、 大久保敏道が新政府に提出した意見書にほぼ沿うものであった。2月5日には伝習隊の不評400名が八王子方面に脱走。また2月7日夜、旧幕府兵の一部が脱走。これらは不評等小屋作材門に統率されて同月末、ハブ陣や2800人が結集し、3月8日には下屋国屋などで統制軍と戦って敗れた。また、 新選組の近藤勇、肘方歳三らも、紅葉鎮部隊と称して、甲州街道を進撃し、甲府城を占拠して、統制軍を迎撃しようと試みるが、3月6日、勝沼で統制軍と戦闘して敗れ、下宇佐流山へ転戦した。これらの暴発は、陸軍総裁、勝海州の暗黙の承認や支援を得て行われており、いずれも、 兵数、装備の質から、統制軍には全く歯が立たないことを見越した上で、出撃していた。また、標準路線に不満を抱いた、主戦派を江戸から排除することを目的とする意味も、あったと思われる。天正院政官院の都を原誘導新能十三代将軍、徳川家貞政室として、江戸上多くの総責任者であった天章院は、薩摩の出身で、 島津成明の幼女であり、また、明治天皇のおばにあたる十四代将軍、徳川家持正室の政官院の宮も、当西大総督有栖川の宮と、かつて婚約者であり、かつ東海道陳部総督の橋本実良といとこの、間柄であったことから、それぞれ大総督不死農部との縁故があった。また、上野官営寺には、前年に、輪王子門跡を継承した、抗原入道親王がおり、 吉信はこれらの人物を通じて、新政府や大相徳府に対し除名並びに、徳川家孫族の嘆願を立て続けに出している。正月21日、政官院は、吉信の嘆願書に、おじ、橋本佐根明、重慶、未了不幸宛の自筆嘆願書を添え、次女の土見門藤子を使者として使わした。東海道先方総督の橋本実良は、2月1日に、 大陣中の桑名でこの書状を受け取る。しかし、加山某、西郷隆盛はいかに和宮からの嘆願であったとしても所詮は、続徒からの申し分であるとして滋賀にもかけず、知らせを受けた京都の大久保も、また同意見であった。土見門藤子はやむなく上京し、6日に入京、議定、長谷信厚、三夜中野院通と未らに正官院の嘆願を、訴えた結果、 までの工事広志望から岩倉智美へも伝わり、16日、橋本寂明に対して、高等書ながら徳川家孫族の内閣を得、18日に京都を経った藤子は2月30日に江戸へ戻り、聖官院に復命している。一方の林王寺宮高原入道新郎は2月21日、江戸を経って東海道を西に上り、3月7日には駿府で大総督、 たるひとと対面し、吉信のの謝罪状と自身の嘆願書を差し出したが、参謀、西郷隆盛、林道明が帰って紅葉陳部隊による抗戦を厳しくとがめ、12日には大相特宮から嘆願、不採用が申し下された。また、天章院は吉信個人に対しては、あまり好感情を持っていなかったと言われるが、徳川家孫族には熱心であり、 殺衆隊長を人々に当てて単願書を記し、さらに3月11日には、東西軍への使者として、老女を使わしている。天章院の使者たちは13日に、西郷隆盛と面会し、同19日には、西郷から天章院に単願を受け入れる、旨の連絡があった。なお、山岡鉄州はこれらの使者の働きがほとんど影響を与えなかったと考えていたようである。 これらの単元は、火山棒、西郷隆盛らに、心理的影響を与えた可能性があり、幕末の多くを題材とした小説や、ドラマなどでは、積極的にエピソードとして採用されている。山岡哲太郎山岡、西郷の会見の史跡差し迫る統制軍に対し、関英寺で謹慎中の徳川義信は護衛していた、高橋泥衆に、標準の意を伝えてほしいと述べる。 高橋は、議定で生体頭の山岡哲太郎を推薦しする。山岡は、徳川義信の使者として、3月9日、義信の意を対して、寸府まで進撃していた、大宗特府に赴くこととなった。よく山岡は、勝海舟の使者と説明されているが、徳川義信時期時期に命じられた使者である。山岡は、西郷を知らなかったこともあり、まず陸軍総裁、 勝海舟の屋敷を訪問する。勝は山岡とは初対面であったが、一見してその人物を大いに評価し、進んで西郷への所情を認めるとともに、前年の薩摩藩焼打ち事件の際に囚われた後、勝家に保護されていた薩摩藩士、増光久之助を護衛につけて送り出した。山岡と、増光は駿府の大宗徳府へ急行し、 加山棒西郷流星の宿泊する旅館に乗り込み、西郷との面談を求めた。すでに、江戸上進撃の予定は3月15日と決定していたが、西郷は山岡と会談を行い、山岡の真摯な態度に感じ入り、交渉に応じた。ここで、初めて東西軍から徳川家へ戦回避に向けた条件提示がなされたのである。 この時、江戸城総攻撃の回避条件として、西郷から山をへて提示されたのは、以下の七箇条である。一、徳川義信の身柄を、備前藩に預けること。二、江戸城を明け渡すこと。三軍艦をすべて引き渡すこと。四武器をすべて引き渡すこと。五城内の家臣は、向島に移って禁慎すること。徳川義信の暴挙を補佐した人物を厳しく調査し、 処罰すること。暴発の戸が手に余る場合、官軍が鎮圧すること。これは去る6日に大総督府軍議で帰結していた、別悲寿におおむね沿った内容である。山岡は、上記7箇条のうち、第1条を除く6箇条の受け入れは示したが、第1条のみは、絶対に受けられないとして、断固拒否し、西ごと問答が続いた。ついには山岡が、 もし立場を入れ替えて西郷が、島津の殿様を他藩に預けろと言われたら、承知するかと質問すると、西郷も山岡の立場を理解しておれ、第一条は西郷が預かる形で保留となった。山岡は、この結果をもって、翌10日、江戸へ帰り勝ちに報告。西郷も、山岡を追うように11日に、駿府を経って13日には、江戸薩摩判定に入った。 江戸城への進撃を予定されていた15日のわずか2日前であった。勝ちは、東制軍との交渉を前に、いざという時の備えのために、焦土作戦を準備していたという。もし東制軍側が、徳川家の嘆願を聞き入れずに攻撃に移った場合や、徳川家臣の我慢の限度を超えた屈辱的な内容の条件しか受け入れない場合には、敵の攻撃を受ける前に、江戸城及び、 江戸の町に放火して敵の進軍を防いで焦土溶かす作戦である。1812年にナポレオンの攻撃を受けたロシア帝国がモスクワで行った作戦を参考にしたというが、それとは異なり一旦火災が発生した後はあらかじめ江戸湾に集めておいた雇い船で避難民をできるだけ救出する計画だったという。勝は焦土作戦を準備するにあたって、 新門辰五郎ら姿勢の友人のつてを頼り、待ちびけし組、飛び職の親分、幕トの親方、非人等の家を自ら回って、協力を求めたという。これらは、後年の価値が語るところであるが、価値は特有の体言癖があるため、どこまでの信憑性があるかは不明である。しかし、西郷との談判に臨むにあたってこれだけの準備があったからこそ相手を飲む弾力が生じたと解雇している。 勝海修最後高森会見の地の記念日山岡の下交渉を受けて、徳川矢川の最高責任者である会計総裁、大久保一郎、陸軍総裁、勝海修と、大層徳深参謀西最後高森との江戸会場交渉は、田町の薩摩藩江戸判定において、3月13日14日の2回、行われた。小説やドラマなどの創作では演出上、 勝と西郷の二人のみが面会したように描かれることが多いが、実際には徳川屋側から大久保屋山岡、東西軍側から村田新八、桐野俊明も同席していたと思われる。勝と西郷は、源氏元年九月に大阪で面会して、以来の旧知の中であり、西郷にとって勝は幕府の存在を前提としない、新政権の構想を表示された恩人でもあった。 最後は、徳川家の総責任者が勝ちと、大久保であることを知った後は、交渉によって妥結できるであろうと情勢を楽観視していた。この間、十一日には、東山道先方総督三謀の板垣大介が、八王子駅に到着。十二日には同じく、伊地知正春が板橋に入り、十三日には、東山道先方総督、岩倉智貞も板橋駅に入って、 江戸城の包囲網は完成しつつあり、緊迫した状況下における階段となった。しかし西郷は決起に流行る板垣らを抑え、桂との交渉が終了するまでは現に攻撃開始を今めていた。江戸に到着したばかりの西郷と西郷の到着を待望していた勝との間で、3月13日に行われた第1回交渉では、聖官院の宮の処遇問題と、 以前山岡に提示された、吉信の幸福条件の確認のみで、突っ込んだ話は行われず、若干の質問、応答のみで終了となった。3月14日の第二回交渉では、勝ちから先般の幸福条件に対する回答が提示された。徳川吉信は、故郷の水戸で謹慎する。吉信を助けた諸行は寒天に処して、命に関わる処分者は出さない。武器。 軍艦はまとめておき、艦艇の処分が下された後に差し渡す。木内居住の者は、城外に移って謹慎する。江戸城を、明け渡しの手続きを終えた後は、即刻田安家へ返却を願う。暴発の市民鎮定の件は可能な限り努力する。これは、以前に山岡に提示された条件に対する全くの骨抜き回答であり、事実上拒否したに等しかったが、 西郷は勝ち、大久保を信頼して、翌日の江戸城進撃を中止し、自らの責任で回答を京都へ持ち帰って、検討することを訳した。ここに、江戸城無欠明けは他史が決定された。この日、京都では、天皇が初心を従えて自ら天神地義の前で、誓う形式で五箇条の御聖門が発布され、明治国家の基本方針が示されている。西郷が、 徳川方の事実上の骨抜き回答という不利な条件をのみ、進撃を中止した背景には、英国公使、ハリー・パークスからの徳川家温存の圧力があり、西郷が受け入れざるを得なかったとする説がある。ハリー・パークス正月25日の局外、中立宣言後、パークスは横浜に戻り、治安維持のため、横浜在留諸外国の軍隊で防備する体制を固めた後、 統制軍及び、徳川家の情勢が全く不明であったことから、公使館通訳アーネスト佐藤を江戸へ派遣して、情勢を探らせる一方を、3月13日午後には、新政府の代表を横浜へ赴任させるよう、要請すべくラッドラーゴンを大阪へ派遣している。統制軍が関東へ入ると、統制軍先方参謀、木梨誠一郎及び渡辺清は、横浜の英国公使館へ向かい、 るるべき戦争で生じ病病者のの手手当や病院の手配などを申し込んだしかし、パークスはナポレオン祭も処刑されずに、セントヘレナ島への流刑に止まった例を持ち出して、強日順、謹慎を示している無抵抗の徳川義信に対して攻撃することは万国広報に反するとして激行し、面談を中止したという。またパークスは、徳川義信が、 外国に亡命することも、バンコク広報上は、問題ないと話したという。この、パークスの怒りを伝え聞いた西郷が大きく、衝撃を受け、江戸城攻撃中止への外圧となったというものである。ただし、パークスの発言が実際に、勝ちと交渉中の西郷に影響を与えたかどうかについては不明である。そもそも上記のパークス、木梨の会談が行われたのがいつのことであるかが、 鮮明ではない。主に3月13日説を取る資料が多いが、14日説を取るもの日付を明示していないものもある。しかし、いずれもパークスが先日情報へ軍艦を派遣した後に面会したと記載されている。パークスによる軍艦派遣は西洋歴4月5日すなわち、和歴三月十三日であることが確実なため、会談自体は三月十四日以降に、 行われたと考えざるを得ない。となると、前述の3月14日夕刻まで行われた第2回勝西郷会談と同日になってしまうため、事前にパークスの発言が西郷の耳に届いていたとは考えがたい。そのため、萩原演児は、パークスの圧力は勝ち、西郷会談の前に西郷へ影響を与えたというよりは、会談後に西郷の下にもたらされ、 強硬論から関天論に180度転じた西郷が同じく強硬派だった板垣や京都の面々にその政策転換を説明する口実として利用したのではないかと述べている。事実、板垣は総攻撃中止の決定に対して猛反対したがパークスとのやりとりを聞くとあっさり引き下がっている。パークスの話を西郷に伝えた渡辺清も後に 同様の意見を述べている。水野康夫は横浜開港資料館に保管されていた英国公文書を称号した結果、佐藤海総録を丹念に読めば、佐藤が最初に江戸に派遣された時には勝ちにあっていないことがわかる。勝ちは西郷勝会談以前にアーネスト佐藤にあってはおらず、従って西郷との会談において佐藤を介してイギリス公司パークスから西郷に 吉野部の除名、江戸総攻撃中止の圧力をかけてもらうという工作はできなかった。すなわち勝ちは西郷との会談においてパークスの圧力を利用することはできなかったと論じている。勝ちとの会談を受けて江戸を立った西郷は急ぎ上京し、3月20日には早速長期が催された。強行論者だった西郷が吉野部除名に転じたことは木戸高義。 山内陽道、松平春学ら観天丼波にも驚きをもって迎えられた。西号の定義で勝ちの出した徳川方の新条件が検討された。第一条、吉信の水戸謹慎に対しては、政府副総裁の岩倉智美が反対し、吉信自ら大総督府に出頭して謝罪すること、徳川家は、田安亀之助に相続させるが、 北国もしくは西国に移して国高は70万国、内し50万国とすることなどを要求した。しかし結局は価値案に譲歩してミッド謹慎で確定された。第2条に関しても、田安すに江戸城を即刻返すという価値案は却下されたものの、大総督に一任されることになった。第3、市条の武器、軍艦引き渡しに関しては岩倉の要求が通り、 一旦新政府軍が接収した後に改めて、徳川家に入用の分を下げ渡すことになった。第5.7条は原案通り。第6条の吉信を支えた面々の処分については、副総裁3条耳が反対し、特に松平片森、松平貞明の両人に対しては、はっきり死罪を求める厳しい要求を主張した。結局は、合図、桑名に対して、 問題の軍病を派遣し、降伏すればよし、抗戦した場合は速やかに討伐すると修正された。この決定が、後の合図戦争につながることになる。修正、確定された七箇条を携えて、西郷は再び江戸へ下ることとなった。この間の3月23日、東西軍海軍戦法、大原重曽が横浜に来航し、付属三望島義勇を派遣して、 徳川家軍艦の引き渡しを要求したが、勝ちは未だ、徳川処分が決定していないことを理由に、これを拒否している。勝ちとしては、交渉相手を西郷のみに絞っており、切り札である吉信の身柄や徳川家の軍装に、関して西郷の再投下より前に妥協するつもりはなかったためである。3月28日、西郷は横浜にパークスを訪問し、 ことの経緯と新政権の方針を説明している。パークスは西号の説明に満足し、ここにパークスの圧力は消滅した。江戸へ再来した西号は勝ち、大久保らとの間で最終的な条件を詰め、4月4日には大総督府と徳川総家との間で最終合意に達し、東海道先方総督、橋本佐根那、副総督、柳原咲光。 三望西郷らが兵を率いて、江戸城へ入城した。橋本らは、大広間城団に導かれ、下段に列した、徳川義より、大久保一王、浅野市由らに対し、徳川義信の死一等を減じ、水戸での謹慎を許可する直視を下した。そして9日には聖官院の宮が、清水邸に、10日には天章院が、一橋邸に退居。 11日には吉信は近親書の関迎寺から見とへ出発し、同日をもって江戸城は無血会場、大総徳府が接収した。それより前、4月8日に東西大総徳、樽人新王は駿府を発し、同21日江戸城へ入城。ここに江戸城は正式に大総徳府の管下に入り、江戸城明け渡しが完了した。 また京都では4月9日、明治天皇が死神殿において、軍神を祭り、徳川義信が謝罪し、江戸を平定したことを報告している。海軍副総裁の江本武明は、徳川家に対する処置を不満とし、約束の軍艦引き渡しを断固拒否していたが、徳川義信が、関英寺から水戸へ移った4月11日、高専派の旧幕神奈と共に、 旧幕府艦隊7隻を率いて、品川沖から出港し、立山沖に逃れた。結局、勝ちの説得により艦隊は、一旦品川に戻り、新政府軍に4隻を渡すことで妥協したが、これにより、降伏条件は、完全には満たされなくなった。その後も再三に渡り勝ちは榎本に辞長を求めたが、徳川家に対する処分に、 不服の江本はこれを聞かず、結局8月19日に八石を引いて、東西軍に抵抗する東北諸藩の支援に向かった。後に、江本らは、函館の五稜郭を占拠し、最後まで新政府軍に抵抗した。上野戦争の図。課題は、本能寺合戦の図となっているが、実際には、上野の戦闘を描いている。徳川家処分に不満を持つ、後戦派は、 江戸近辺で拒兵するが、新政府軍に、っこ撃破されていくことになる。福田道名を率いる、殺兵隊は1500人程度で、木更津から船橋へ出て、東海道軍と衝突、撃破された。大鳥圭介と不評隊は、下唄河野台に集結し、新戦組の土方都市蔵らを加えて、宇都宮城を陥落させるが、東山道軍によって奪還され、 日光街道を北へ逃走し、その後東北から函館へ転戦した。一方、一橋徳川家家臣の渋沢誠一郎、天野八郎らは、上野寛営寺に謹慎していた、吉信の冤罪を晴らし、殺族を打つと称して爆心などを集め、将棋隊を結成。上野の山に集結していた。江戸城留守居の松平正民は、将棋隊を利用して、 江戸の治安維持を図ったが、帰って将棋隊の力が増大し、大層特府の会議を招く。4月11日に、吉信が上野を退去した後も、将棋隊は、関英寺に従する、林王寺宮古元入道新郎を要して、上野に居座り続けた。古4月29日関東観察士として、江戸に下った、副総裁三条耳は、賃衝府を設置して、民生、治安権限を、 徳川家から奪取し、将棋隊の江戸市中取締りの任を解くことを通告した。その後、新政府自身が将棋隊の武装解除に当たる旨を布告し、5月15日に大村増次郎を率いる新政府軍が1日で鎮圧した。これらの戦いにより、抗戦派はほぼ江戸近辺から一掃された。関東監察史三条耳は、うる4月29日。 タヤスカメノスケによる徳川宗家相続を差し許す直視を伝達した。ついで5月24日には駿府70万国に違法されることが発表となった。これにより、新たに静岡藩徳川家が成立したが、800万国から70万国への減法によって膨大な家臣団を養うことはできなくなり、駿府へ赴いた者は1万5000人程度だったという。すでに、 大久保利道は、正月下旬の時点で、京都には、旧兵が多いとして、大阪戦闘論を政府へ提出し、木戸もこれに強く賛同している。これには家などから反対が多く、結局大阪新政行行の実行に止まったが、大久保、木戸らの間で、セントンはくすぶり続けていた。そんな中、江戸城が無欠で新政府の管轄に入ったことは、戦ン先として、 江戸が急浮上することにつながった。9月8日、年号が明治と改元されると、同月20日明治天皇が東京行行に出発し、10月13日に江戸城に到着。同時になお東京城と改められ、登校の際の皇居と定められた。幕府のシンボルであった江戸城に天皇が入ることで、天皇が広告一体、 東西同士の元自ら性を決することを宣言するデモンストレーションともなった。この後、再度の投稿が行われるとともに、首都機能が京都から東京へ次々と移転。事実上、東京が首都とみなされるようになり、東京城はやがて宮城、皇居と呼ばれるようになったのである。当時、人口100万人を超える世界最大規模の都市であった江戸とその住民を戦火に、 巻き込まずに済んだことは、江戸会場の最大の成果であった。勝ちは後に、西郷を、江戸の大恩人と称えている。また、江戸会場は一連の戊辰戦争の流れの中で、それまで日本の支配者であった、徳川宗家が、新時代の支配者たるべき、明治新政府に対して、完全降伏するという象徴的な事件であり、日本統治の正当性が、 徳川幕府から天皇を中心とする朝廷に移ったことも意味した。諸外国の立場もこれ以降、局外中立を保ちながらも、新政府側へ徐々にシフトしていく。以後の戦いは、新政府軍の陳部とそれに抵抗する東北諸藩、及び旧幕府勢力という構図で語られることが多くなる。また、江戸時代に事実上日本の首都機能を担った江戸という都市基盤が、 ほぼ無傷で新政府の参加に接収されたことは新国家の建設に向けて邁進しつつあった新政府にとっては大きなメリットになったと言える。旧幕臣であるジャーナリスト福地王子が著書幕府水防論で江戸幕府の滅亡を江戸会場の時としているのはそのインパクトの大きさを物語っている。その一方で無血会場という事実が一人歩きし内外に 母親戦争全体が最低限の流血で乗り越えられたといういわば巨像をも生むことになる。しかし江戸会場自体は母親戦争史全体の中では序盤に位置する事件であり、それ以後の長岡、合図、函館まで続く一連の内戦は、むしろこれ以降一層激化していったものであり、決して内戦の流血自体が少なく済んだわけではない。 江戸城という精神的支柱を失った幕臣たちの中にも江ノ本の艦隊と共に北上し、母親戦争を戦い続ける者たちも少なくなかった。江戸城が無傷で開城したことは半ば予想されたこととはいえ、新政府の主要士族たちにとっては表紙抜けでもあった。なぜなら、政府内において親徳川派であった松平春学などの劣行会議派が常に、 政府の主導権の巻き返しを図ろうとしていた上、にわかじ立ての新政府軍は、事実上、諸藩による緩やかな連合体に過ぎず、その結束を高めるためには強力な敵を打倒するという目的を必要としていたからである。そこで諸藩の団結強化のため、江戸城に代わる敵として想定されたのが、先の降伏条件でも、問題の対象として名指しされた、 松平片森の合図藩であり、開戦前に江戸の薩摩藩邸を焼き討ちにした省内藩、また挙手を明らかにしていなかった東北省藩であった。砂漠派の重鎮であった合図藩は藩主の松平片森が強順を示していたものの、藩内は主戦論が支配的であり武装解除も拒否していたことから、新政府は合図の強順姿勢を信用していなかった。 公戦派を排除してまで教順を示した徳川義信には、それほど強硬な処分を求めなかった木戸孝義も、合津藩を討伐しなくては新政府は成り立たないと、大久保利道に述べており、大久保も賛同している。また、江戸城と共に、従来の幕府の統治機構である、幕藩体制が存続することは、強力な政府のもとに、布告強兵を図り、欧米列強に対抗し得る。 中央集権的な国家を形成しようとしていた、新政府にとっては、旧兵を温存することにもなり得る、諸刃の剣であった。結局のところ近代国家を建設するためには、各地を支配する藩の解体が不可避であり、一旦藩地と人民を天皇に返還する手続きを取った後、さらに最終的には、爆藩体制自体を完全解体する、廃藩地権という、 もう一つの革命を必要としたのである。以下は、上記の江戸会場に関連する事項を時系列で並べた略年表である。右に参考として、グレゴリオ歴の日付を付した。江戸会場は、母親戦争中の一大活気として象徴的な事件であるとともに、勝ち、西郷その他多くの人物が関わる劇的な要素に富むことが好まれ。 明治以来数多くの創作作品の題材となっている。ここでは主だった作品のみを挙げる。進撃歌舞伎 NHK 大河ドラマその他以下、引用文の旧字は新時に改めてある。ありがとうございます。